大正寺は、京都市上京区にある寺院。花の御所、すなわち、室町幕府の跡地の一部を占める。修士は、臨済集計の単立。お寺御所とも称する、天皇家ゆかりの二門石寺院である。通常は、非公開であるが、時折特別公開があり、近年では2013年及び2020年の、慶の冬の旅で特別公開されている。会期は、 無双庭園前に。無双庭園は俗名を日野信子と言い,い、足利義満正室、日野行志の場であり、黄金天皇の日である。同人は上の七年、黄金天皇の法事が天竜寺で行われた際、春国明派を同志として落職した。足利義満は花の御社内の岡松殿に無双庭園を住まわせた。無双庭園が永徳二年に没した後、 岡松殿を寺にしたのが大正寺である。寺号は、無双庭園の法名にちなみ、三号の竹松山は岡松殿に由来する。寺は、その後、長谷に移転し、さらに文明十一年には、美沙門町に移転した。寺は遠方元年に消失し、元禄十年に現在地に再興された。現在地は元正五院のあったところで、同院が遠方三年に消失し、 現在の左京区に移転した土地に大聖院が再興されたものである。大木町天皇の御子が入寺した際、天皇から天寺第一位の臨時を得、お寺御所と称される二門関寺院となっている。